次に屋良智弘君、はい、ありがとうございます。こんにちは。ありがとうございます、立国社の屋良智弘でございます。よろしくお願いします。昨日夕方あのニュース本当にびっくりしました。あの、まあ、ブースターの落下地点が予測が難しいし開発が、時間がかかるし予算もかかると、これはすごい合理的な判断をなさったのだなというふうにあの感じりましてですね、なぜびっくりしたかというと、まあ、ちょっと話させていただきたいんですけども、あの日本の防衛政策というかその何か装備品をでその新しく配備するときとかってどれほどの合理的なあの判断がなされているのかとずっと疑問に思っておりました。で今回もブースターの落下地点が果たして、特定できるかどうかということの予測をイージス・アショアをこう配備する前にある程度予測ができなかったのかなと、これ重要な点だと私は思っておりまして、これ、まあ将来的に、まあ、検証をされるかもしれませんけども、まあ、そういったことを今思いとどまって踏みとどまってそれをこう事前にね合理性を判断されたというのはすごいことだなと思っております。まあ、思い起こせば例えば日本が P3C を、ね、100機導入したときもそんなにすごい数いるのかと、100機をその日本周辺で飛ばすなんてこの P3C の対潜哨戒能力の密度というのはこれ世界一だぞというふうなことを言われたりしたりですね、あとドローン無人機これをわざわざ1世代、遅れたやつを導入するとかで F35 もこれネットで調べるとその欠陥機だというふうな指摘がたくさんございます。それからオスプレイについてもその輸送能力で言えば陸上自衛隊が持っているバートルの方がずっと人数は多く運べるわけでありまして、しかもその配備先その九州以南の、南西諸島の、防衛のためにとかっていうこう謳い文句があるにもかかわらず、九州で配備地となる想定していたところで、住民の反対があったんで、まあ、木更津千葉に持っていくとか、どうもその合理性をですねこう判断することのなんていうかなまあ、そうであろうなという予測とその実際に行われているその、政策とのこの乖離がですね、多くあった中で今回のイージス・アショアの、まあ、その判断というのが、実にまあ、異例というかですねこれまでにない私は英断だったんじゃないかなというふうに思っております。でそういったことを思いながら、まあ、私地元 その沖縄 この海兵隊 の集中配備の合理性とかっていうのを、まあ、思ってみたりするんですけども、その米軍再編が決まったとき2005年2006年の、配置転換はグアムに司令部と補給部隊を置くということだったんですね。で沖縄に実戦部隊は残しましょうというのが最初の合意だった。ところが2012年に突如それが入れ替わっちゃったと。これなんでそうなったのかというと全く僕らは分からないんですよ。その間合理的な説明があったかというとほとんどない。現状、まあ、日米でこう決まりましたからこうしてねということだったんですね。でしかももっと言えばその海兵隊の1500人実戦部隊を山口県の岩国に持っていくよというアメリカ側から提案があったんだけど地元の反対があってそれできませんということになっちゃう。どうもねその安全保障上とか抑止力を維持するためにこれが唯一の選択肢なんだとかっていうこのこれまで その海兵隊の沖縄配備に関わる政府の説明というのがどうもそのどこまで合理的なその判断あるいはその根拠を持った議論なのかっていうのがさっぱりわからないということなんですね。でそれを一つ指摘させていただいた上でまあ、ちょっとその予算についてですけども、まあ、普天間 その移設に関わる辺野古の埋め立ては、9300億円、当初予算の3倍、そしてかかる年数は12年、当初計画の倍、これはですね、このイージスとイージス・アショアと比べると、さらに合理性が問われるし、政治的な目標、目的、が達成できるかどうかというのが実にその曖昧なですね事業になってしまっているんじゃないのかというふうな気がしておりましてまさにここでもですね合理的な判断をですね
実はやっていただきたいんですけども、前回実は予算委員会で私米軍の再編が行われた後、地上戦闘兵力、海兵隊の地上戦闘兵力が800人に縮小されますよと何度かこう繰り返し、発言させて、いただいたときに、河野大臣が詳細な移転計画は今後日米間で協議されるものであって800人とはまだ決まってませんよというふうな答弁をいただいたんですけども、そこでちょっと質問ですが、米軍再編はいつから始まって、で何人がグアムなどへ、今計画ではハワイとかオーストラリアとかって上がってますけども、何人がグアムなどへ移転するのかというのを、数字をちょっと教えてください。河野防衛大臣。約9000人の米海兵隊の要員の沖縄から日本国外への移転、これとともにそのうちの4000人のアメリカ海兵隊のグアム移転が2020年代前半に移転開始される、ということを日米間で確認してきております。矢田智弘君。グアムを含めて、いろんな場所へ移転するということが、これまで報じられてきておりますけれども、すでに日本政府はグアムで その受け入れ体制を整えるための、施設整備に予算を投入しているということですけれども、その日本政府がこれまでに、投入した予算がいくらでどんなところに使われたかということを、でそれからこれからその総額どれぐらいを想定したのか、これも日米合意の通りだと思いますけれども、それ現状を確認させてください。河野防衛大臣。沖縄の米海兵隊のグアム移転事業にかかる日本側の資金提供に関しましては、2013年改定議定書で、改正されましたグアム協定第1条に基づきまして、2008年アメリカ会計年度価格で28億ドルを上限とするということになっております。これまで約22億2000万ドル、2298億円をアメリカ側に提供しておりますが、この 22.2 億ドルというのは、グアム協定で定めています2008年アメリカ会計年度価格で言えば 18.9 億ドル、28億ドルに対しまして約 67% がこれまで提供されております。これらの資金につきましては、沖縄から移転する主要部隊の庁舎の施設に加えまして、教場、隊舎、生活関連施設の一部、およびこれらの施設整備の前提となる基盤整備事業に用いられてきたというふうに認識をしております。矢田智弘君。はい、もう 67% も支出されているということで、結構もう進んでいるんだなと現状は。で、それは、ね、その20年代の初めにもう移転が開始されるということで、むしろもうちょっとキャッチアップしないといけないペースなのかなというようなことも今、感じましたけれども、よくその米軍再編に絡んでそのアメリカ海兵隊のグアム移転とその普天間の辺野古移転移設というのはリンクしてるんだよとか、これはリンクしてないんだよという議論があります。大臣は、そのこの2つの事業というのは切り離されたというふうに認識されているのか、あるいは、これから十何年かかるか分からない辺野古の移転とグアム移転というのはまだそのリンクしているものだというふうに認識しているのか、大臣のご認識をお願いします。茂木外務大臣。まず2006年に日米合意をされました再編の実施のための日米ロードマップにおきましては、米海兵隊のグアム移転、そして嘉手納以南の土地の返還、さらに普天間飛行場の辺野古移設の3つをパッケージとして推進することとされました。
その後ですね、政権交代もあり、まあ、ご案内のとおり、国外、最低でも県外、そして最終的にはやっぱり辺野古と、こういった紆余曲折を経てですね、2012年4月の日米2プラス2、共同、発表におきまして、2006年の再編のロードマップに示した、計画を調整し、在沖縄海兵隊のグアム移転および、嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の、代替施設に関する進展から、切り離すこととするとともに、再編後の沖縄およびグアムにおける海兵隊の部隊構成を調整することとしたと承知をいたしております。この共同発表を踏まえて、日米両政府は共同発表によります再編計画の調整等を反映した形で、在沖縄海兵隊のグアム移転に係る協定を改正するための議定書に関する交渉を行いまして、2013年10月にグアム改正議定書に署名をしておりまして、在沖縄海兵隊のグアム移転および嘉手納以南のですね、土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進展から切り離すとの日本政府の立場に変わりはないわけであります。なおですね、まあ、こういう立場でありますが、普天間飛行場の代替施設、このに関する進展、これは重要であると考えております。矢田智弘君。茂木大臣、今最後の言葉なんですけれども、まあ、辺野古の移転が重要であるということと、その、グアムへの移転、これから、ね、最低でも12年かかるわけですね、その辺野古の完成、そして運用、供用開始までどのぐらいかまだ分からないと、からこれから裁判もあるわけですから、何年かかるか、今のところちょっと見通せない状況になっているということなんですが、米軍再編 の、まあ、その予定では2020年代の前半、今、今年2020年なんで、もうすぐ始まるというふうなことを考えた場合、辺野古移転と、グアムへの移転、兵力の移転というのは、もう完全にですね、別の事業になっていって、分離されているというふうに認識するのが自然だと思いますけれども、もう一度この点だけ、切り離されたのか、あるいはまだリンクしているのか、そこをちょっともう一度確認させていただいてよろしいですか。茂木外務大臣。先ほど申し上げましたようにですね、在沖縄海兵隊のグアム移転および嘉手納、まあ、以南のですね、土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進展から、切り離す、ことと、まあ、しております。ただ、まあ、世界でも一番、まあ、危険で、民有地に隣接をしております、普天間の一日も早い返還、これは極めて重要だと考えております。矢田智弘君。はい、それは私たちもね、その普天間周辺で生活しているうちの一人なので、それがまあ12年も15年も同じような状況がこれから続くというふうなことがあってはむしろならないと。だからイージス・アショアでは、まあ、いろいろコストの問題とかいろいろその判断材料があったと思いますけども、沖縄の場合はもう一つ大きなコストがございまして、まあ、民主主義ですよ。民意があまりにもその軽く扱われていると。イージス・アショアの場合、その地域の反対があって、その予定地を見直そうという、そのゼロベースでもう一度検討しようという話になりました。まあ、でもその秋田とか山口で県民大会とか県民投票が行われたということは一切私たち聞いておりません。でやっぱりこれ合理的に、ね、考えていかないといけないというような局面に立っているというのが私たちの考え方なんですけれども、この詳細な移転計画は今後日米間の協議で決まるものであるという、河野大臣の予算委員会でのご答弁なんですけれども、すでに 67% の予算が支出されているわけでございます。でその使い道は大社を作ったとかですね、生活関連基盤であると。そうすると何人が行くかというのを分かってなくて、
これから協議するから、これから決まりますというのでは、これちょっと話の後先が別じゃないという、逆転してるんじゃないのというような気がするんですけども、どうでしょう、大臣、どれだけ、何人が行くかとか、どれだけの、グアムにおける施設整備の需要があるかっていうのを先に見積もった後で予算というのは執行されるべきではないんでしょうか。河野防衛大臣。先ほど申し上げましたように9000人の米海兵隊の要員が沖縄から日本国外へ移転をするわけでございますが、そのうち4000人の海兵隊員が2020年代前半にグアムに移転を開始するということを確認して、こうした事業が行われているわけでございます。屋良智弘君。具体的な数字はすでに上がっているわけでありまして、それがどのような部隊であるかというのも当然分かった上で、日米双方がこの事業を進めていることだと思います。でもう一度、その予算委員会での大臣の説明、これは日本その防衛省が繰り返し説明していることなんですけれども、再編終了後に日本に、沖縄に残る部隊は、第3海兵機動展開部隊司令部、第1海兵航空団司令部、第3海兵後方支援軍司令部、第31海兵機動展開隊、基地維持要員、ほか必要な航空、陸上および支援部隊から構成されるというふうな説明でした。これ、ほとんど司令部なんですね。だから実戦部隊、実動部隊というのは、その第31海兵機動展開部隊、マグタフの一番小さな規模、アメリカはその31ミューとか海兵遠征隊というふうに呼んでますけれども、その兵力、その31海兵遠征機動展開部隊ですか、機動展開隊ですか、の兵力は何人で、それを構成する司令部、航空、地上戦闘部隊、後方支援のそれぞれの兵力がもし分かっていれば教えていただきたい。でそれと合わせて、この31機動展開隊の主力の部隊というのは一体どのような部隊で、それが何人かというのを教えてください。中村地方協力局長。お答え申し上げます。あくまで一般論ということになりますが、委員ご指摘の31ミューにつきましては、規模は約2500名というように承知をしているところでございます。その大半につきましては陸上要素になりますが、海兵隊の歩兵大隊を機関といたしまして、砲兵ですとか偵察、航兵、水陸両用などの部隊で増強された部隊と承知をしております。でその規模につきましては、通常の海兵隊の歩兵大隊の規模が約800名でございますが、これよりも大きい規模となるというように承知をしているところでございます。屋良智弘君。ご説明いただいたとおり、その日本に、沖縄に残る海兵隊の主力部隊である第31海兵遠征隊31ミュー、その地上兵力は800人なんですね。で2500人、なぜ2500人かというと、おそらくその地上戦闘兵力が主要部隊で、そのバックアップなんでしょう。オスプレイもヘリコプターもすべてがその地上戦闘兵力を前線に押し出す、そういう輸送力でしかないわけですよ。だそのような部隊の、小さい部隊だと僕は思っています。その海兵隊の構成の中では、3段階 の, その兵力構成の中では一番小さな部隊になるわけですね。でそれがどうして抑止力の維持なのかとかっていう、その合理的な説明はまだいただいておりませんけれども、この31展開部隊の主要な任務というのは一体何でしょう。お願いします。土道防衛政策局長。沖縄に維持されますマグタフであります31ミューの任務につきましては、強襲上陸作戦のような大規模で高烈なもののほか、島嶼防衛のための航空部隊を用いた上陸作戦、在外邦人を含む民間人の救出活動、自然災害発生時における捜査救難活動などの広範囲に当たるものというふうに承知をしているところでございます。屋良智弘君。
まあ、上陸作戦にしても800人でやるわけですから、まあ、その中にはその歩兵も砲兵も含まれているということなので、非常に限定的な作戦にならざるを得ないわけですね。私たちが想定している戦争で、どこか その敵対国が攻めてこられたときに守るとか、そんな大きなオペレーションには、おそらく本国から来ますよ、アメリカ本国から。それが合理的な考え方というか、合理的なですね、見通しだと私は思っております。むしろ、今の説明の中で、その第30海兵遠征、第31海兵遠征隊がやる、今、主要な任務というのは、おそらく民間の、救援活動、その災害救援だとか、その民生安定、これはアメリカ海兵隊、非常にこの太平洋軍においては、非常にこう近年、2000年代に入って、非常に力を入れている分野であります。で、この部分であれば、800人でも全然問題なくできるというのが、おそらく今後 その海兵隊の運用、その拠点に沖縄を使うと、で何かがあったら本国からボーンと持ってくれば、おそらくそれは要は足りると。で韓国がそういうふうにやってるでありませんか、むしろ。韓国は防衛白書で、そのどのぐらいの兵力が来るかということも明らかにしてますよ。これ大変大きな数の兵力が来て、韓国は受け入れをこう準備すると。そっちの方がむしろ抑止力になるし、日米 その、同盟というのは信頼性を増すというふうなことだと思いますが、日本が今やってるのは、辺野古を作るか作らないかで、もう散々これだけ議論をしてきて、で何が残るのかというのも、今聞くと800人の陸上戦闘兵力を中心とした海兵遠征隊になると、それがなぜ日本の防衛にとって必要不可欠なのかとかというような議論があんまり深まってないような気がしている中で、沖縄の民意が垣間見ることもなく、どんどん埋め立てが、あのきれいなサンゴ礁の海が埋め立てられる、7万4千体の、しかもその絶滅危惧種を含む、サンゴも含まれている、その7万4千体のサンゴを移す、ジュゴンだってもこれ、保護するべき希少動物じゃないですか、それが、まあ、生息状況も分かんない、で、鳴き声は最近聞こえてるけど、それを確認することもないまま、どんどん進めている、これって先進国がやるべきことなのかというふうなことが。というふうな気をですね、ずっと強くして思っているんですね。で、もう一つ聞きますけども、その具体的なですね、この配備について、その機動展開する31海兵遠征隊の部隊は、輸送手段はどのようなものがあって、それがどこに配備されているんでしょうか、そしてさらに、その輸送力というのは、一体どれだけの兵員を動かすことが可能なんでしょう、お答えください。土道防衛政策局長。沖縄には司令部、陸上部隊、航空部隊、後方支援部隊を統合したマグタフである羽田基地が駐留しておりますが、その航空部隊を構成するのは普天間飛行場の部隊でございまして、同飛行場には現在 MV22最大で24機、あるいは CH53、12機といった航空機が配備されているというふうに承知をしております。で、その上で、どの程度の輸送能力を保有するかということについては、米軍の運用に関する事柄でございまして、我々一概に申し上げることは困難でございますけれども、米海兵隊が交付している情報に基づきますと、MV22 については、1機当たり24名、CH53 については、1機当たり37名の人員を搭載可能であるというふうに承知をしております。矢田智弘君。これかなり限定的な数じゃないですか。だって MV22 かける22が24機でかける24人とおっしゃいました、1機あたり。これは600、700人ぐらいのオーダーでしょ。でしかもオスプレイってずっと 100% 稼働率保ってるわけじゃないから、おそらく半分ぐらいしか稼働してないというふうに見るのが、まあ、通常の見方じゃないですか。そうするとかなり限定的である。だから沖縄に配備されている輸送力なんていうのはとってももう小さいというふうに見るしかないでしょ。だけど本来 31MEU が出ていくときっていうのは、この今説明されたその、ね、
まあ、いわば小型機ですよ、小型の輸送機で動くはずがないじゃないですか。もう一度答弁お願いします。土道防衛政策局長。マグタフの任務というのは多様なものがございます。その中で31ミューが所在するということは、その所在において対処をするということを含めて、そこ航空輸送については31ミューと組み合わせて兵装配備されたものが恒常的に普天間飛行場にいるということでございます。なお広範囲の任務のうちの強襲、例えば強襲上陸作戦といった大規模の任務につきまして、まあ、そうした一部の任務については必要に応じて佐世保に配備されている強襲力艦等の部隊、これが沖縄の31ミリを支援するということになると理解をしております。矢田智弘君。その強襲力艦はどこにあるんでしょうか。でそれが運べる数というのはどのぐらいですかということを聞きたいんですよ。実はお願いします。土道防衛政策局長。現在強襲力艦につきましては日本においては佐世保に配備されております。その強襲力艦アメリカ級でございますけれども、この輸送能力については揚陸部隊1687名程度、最大で1871名というふうに承知をしております。矢田智弘君。そうすると、まあ、沖縄に海兵隊がいる、でその輸送能力は佐世保にある、でそれが一度に輸送できるその数は1800とか、まあ、2000人とかっていうオーダーになっていると。で2000人で大規模な上陸作戦というのが可能なのかどうかです。で上陸大隊は800人でしょ。そうするとですね、こうミッションは実に限定的だというふうに外形的な事実からですね見ても分かるんですね。でもう一つ別 その質問をしますけれども、その31ミューというのは遠征部隊なので遠征をしていると。でそれをアメリカ軍はこれをそのパシフィックツアー、その定期的に、ね、この船に乗ってこうアジア太平洋地域をこうぐるぐる回っていると。でその回っている期間というのは1年のうち何ヶ月程度かということを教えてください。土道防衛政策局長。米軍に駐留する31ミューが洋上等に展開される期間、まあ、これが相当であることは承知をしておりますけれども、具体的にどれくらいであるかについては米軍の運用に関わる事項でございます。防衛省として必ずしもそのすべてを把握しているわけではございません。また年によって一律でないこともお承知しておりますので、一概に申し上げることは困難でございます。矢田智弘君。そうするとね、その外形的な事実を見てみると非常にその数は少ないわ、輸送力は乏しいわ、でその主力兵力である上陸大隊は800人であるわという事実とですね、今防衛省が一生懸命言っている地理的な優位性とか抑止力とかで唯一のとか、それはちょっともうそろそろ合理的な判断をねすべき時なんじゃないのかと。でこれ、埋め立てに15年ぐらい、まあ、12年かかると最低でもね、で9300億円の予算も投じないといけない、これは当初計画していた予算の3倍ですよ。でしかもこれから軟弱地盤どれだけ、ね、お金と投下していかないといけないか分かんない、もうそこじゃないですか、合理的な判断すべきところっていうのは。何年か前 その参議院外交防衛委員会でその沖縄選出の伊波洋一議員が質疑をしております。31ミューがその東日本大震災の時マレーシアに配備、展開していたと。でそれからこう緊急展開して来てくれた。で熊本地震でもフィリピンに展開していたと。で緊急に応援に駆けつけてくれたというふうな事実があると。でその事実について当時の岩屋大臣は、日本の緊急事態には沖縄の海兵隊が洋上展開中であっても急行して対応することを示しているものと考えられるというふうに言ってるんですね。そうすると、まあ、フィリピンからでもマレーシアからでも時間ですのでまとめてください、はい、展開できるという事実というふうには理解されますけれども、大臣そろそろこういったその事実関係をこうテーブルの上に並べてみて、本当に合理的なものなのか、
民意をコストを、民意というコストも払ってまでも、それをやらないといけないものなのか、紹介をお願いします。河野防衛大臣。多種多様な任務遂行能力を有するアメリカの海兵隊が、安全保障上極めて重要な位置にある沖縄を拠点として、そのプレゼンスを維持し、さらに大規模な作戦が必要となる場合には、来援する部隊の基盤となることによって、あらゆる事態に対して迅速かつ柔軟な対応が可能となるという、このことが日米同盟の抑止力の中核となっていることに変わりはないと認識しております。はい、時間が来たので終わります。ありがとうございます。ただこの問題、まだやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ありがとうございました。次に赤嶺政権君。委員長。赤嶺